頑張ります。この辺もさ、全部コースなんだよね、本当コースっていうか、あっちのコースから、うん、あの林の中どこでも落とせるんだよね。あ、オッケーなんですか？オッケーなの、そうなの、オッケーなの。このロープさえくぐらなければ、うん、もちろんこういった雪板と、そう、空いた林の中もね、行けるんで、まあサイドカントリーとかを、まあ、リフトでね、簡単に行けるから、はいはい、すごくこう、いいよね、上級者だけじゃなく。そうですね。ご注目させていただいている方でして、あのぜひこう対談したいなということで、ありがとうございます。はい、ご招待させていただいたんですけれども、あの後藤さんですね、はい、あの視聴者の皆さんに向けてですね、改めまして、はい、あのこう簡単なこうご経歴を、まあ、たくさんあると思うんですけれども、あのお話しいただければと思うんですが、はい、大学の時にあのスポーツマーケティングの勉強をしていて、将来的にスポーツの仕事したいなっていうのは学生の頃からずっと思ってたんですけど、もう決まってたんですね、それはこう何かしたいなっていう。そうなんですよ。大学の時にあのスイスの今オリンピック委員会の本部があるローザンヌっていうところで、はい、スポーツマーケティングの勉強をしたりとか。かっこいいですね。かっこいい。はい、でまあ、日本でどこの会社に入ると一番スポーツマーケティングできるのかなみたいなことを考えて、いろんな人に話を聞いた結果、まあ、電通にあのその時入社しまして新規事業開発の部署に行って、はい、
候変動が北海道の雪にもたらす影響、私たちウィンタースポーツ愛好家がウィンタースポーツをずっと続けていくためにできることとは何かを一緒に学んでいきたいと思います。本日は北海道立総合研究機構エネルギー環境地質研究所野口さんにお越しいただきました。気候変動が北海道の雪にもたらす影響ということでお話伺っていきたいと思います。野口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは気候変動が北海道の雪にもたらす影響ということでお話しさせていただきます。気候変動に関しては、様々なシナリオが考えられております。その中で一番、気候変動の影響を抑えた状態というのが 2°C シナリオ、下の、紫色のというか青い部分のシナリオですね。ここからは有限会社クロスワールド代表取締役光関則之さんにお話を伺っていきたいと思います。光関さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。光関さんはですね、札幌のピボという建物のですね、地下にクラチカといって吉田カバン、ポーターですよね、の専門店をですね経営されておりまして、僕もですね大変お世話になっておりまして、非常に、ね、こう良質な商品がたくさんこう揃えられているお店をですね経営されているんですね。そしておととしですね、丸山エリアにカフェ&ダイナー GO& と、あとは GO& 離れという形でアパレルですとかそういったところのですね店舗を構えられている経営者さんです。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。光関さんはですね、本当にこう僕、講師ともにといいますか大変お世話になっておりまして、なんか改めてこうやってこうカメラの前で一緒にお話しさせていただくのが非常にこう恐縮なんですけれど、今回のテーマはですね、ライフスタイルの中にスキーをかっこよく取り入れているもう大人の男性というのが一つのテーマなんですよ。で、僕も数年前からですね、大会に出たりとかっていうのからちょっと離れて、いろんな形でこうスキーに携わっていきたいなと、この先こう長くスキー続けていきたいなと思っていた時に、あ、目の前にこんなにこうかっこいい男性がいて、あ、この方をこう目指していけば長くこうスキー続けられるんじゃないかなというふうに思っていて、今回スノースノースノーというこう番組のですねお力をお借りしながらいろいろ伺っていきたいなと思ってるんですけれども、今日に至るまでスキーはずっとこう続けてきたんですか？いや、スキーはね、中学校でスキーは離れちゃいました。そこからスキーを本格的にといいますか、こうすごいこうたくさんするように、いわゆるこう復活スキーヤーじゃないかもしれないですけど、でこう戻ってきたこうきっかけってあるんですか？それはやっぱり子育て。なるほど。はい、それまでは実は20年ぐらい
スキーから離れてたんですよ。20年なんですね。離れてたんですよ。それで子供ができて、まあ、スキーをやりたい、うん、で、まあ、スキーレッスンにももちろん入れるんですけど、やっぱり親とね一緒に滑るっていう時に、うん、現代のスキーってもう当然変わってるし、はい、y'all get a load of me, yeah, don't let them slow on me. I get the bag like a grocery, I'm on my grind like I'm supposed to be, and I do not care if you notice me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it, quitting was never an option. Exhausted, exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. This isn't a robbery. Hands in the sky if you got a dream. Learn nothing was blocking me. I was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living break. Confessors over these 808. Don't sleep on the key, better stay away. I mean, for heaven's sake, I'ma be the best. Came from the endless. I ain't with the games, bitch, you with the chest. Be beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. The chances are quite unlikely. I do it like I'm at my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. 高橋さん、ここはどんなコースですか？アサリの中だと一番の急斜面で、まあ、圧雪もほぼ入れないので、常にボフボフの超急斜面のパウダーコースが楽しめるところですね。ここ最高斜度何度ぐらいですか？何度ですかね。35度いや、わかんないけど30度以上はあるかな。どうですか、トップ選手の皆さんでもこのコース滑るの怖いですね。だいぶ奈良ちゃんに怖いものある？いや、これはちょっときついな。ここにじゃあ飛び込んでいきますか。飛び込む。オレンジチャレンジ。オレンジチャレンジ。オレンジチャレンジ。レッツオレンジチャレンジ。センターが一番なんていうか最初だけ急で、あとはなだらかになる。で左側に行くとちょっと左上がりのちょっとコブがある感じになるんですよね。こっちビギナーだよね。でビギナーと真ん中ですね。あ、ビギナー真ん中なんだ。あるの？でオレンジビギナーあるの？ビギナーオレンジはビギナーじゃないです。エキスパート。あの右側に行くと林がちょっとあの切れかかってるあの辺りから一気にストーンと落ちますね。下あ、それはちょっときついね。ナナちゃんにじゃあビギナー残しとく。真ん中。ありがとうございます。ビギナーないんだって。だってないんだって。大丈夫？緊張してる？緊張してる。かわいい。はい、スタート。え、あのスピードで行くの？さすが主。すごい。さあ、緊張してますね。膝がね、見える見える。とか言ってさ、直角をしてた。全部？ほ
同じラインで。タカヤと同じようなライン行きます。さあ見せてくださいよ素顔さん。いや俺そんな。オッケー。はいスタートします。いけ。ちょっと待ってあのスピードで行くのみんな。え？うわ。転んだ？あ、行ってないよ。行ける？先輩行ける？いや、私は無理。本当にゆっくりゆっくり丁寧に行きます。本当かな？なまら攻めてるわ。なまら攻めてる。私本当にゆっくり行きます。あ、行けよ。ちょっとゆっくり行きます。スタートします。頑張れ。Shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot, still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause I'm gonna die young. Yeah, gonna die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city because we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it. We gon' get back on our feet and I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash because good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. I like to
trying to best out. What they wanna say now? Hate if you wanna hate, but y'all can't kill my vibe. And I be feeling so good, just happy to be alive. I say, hate if you wanna hate, but y'all can't kill my vibe. And I be feeling so good, just happy to be alive. Cause we stay comfortable in my own skin. I like who I am. The good vibes keep on pumping. Turn it up, that's my jam. I feel good.誰かに似てますね。これなんか見たことありますよね、皆さん。うん、誰ですか。こちらは大輔さんです。どうも。合ってんのかそれ。ニセコヒラフ、羊蹄山、最高です。Will your mind follow your body?Someone else. Oh yeah. Will your soul ever be ready? When you try to be someone else. If you jump the train, be sure to know.ここからは紫スポーツ北海道東北エリアエリアマネージャー柴田博さんにお話を伺っていきたいと思います。柴田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめにですね、はい、柴田さんから見て、はい、スノーボードが普及してきた背景についてお伺いしていきたいと思うんですけれども、背景ですか。はい、深いですね。ぜひ。私もそのスノーボードが最初からやっていたわけではないんですけれども、最初スキーやってまして、はい、まあ、スキーやりながらなんか不思議なものをこう滑ってる人いるなって思って、うん、ちょっと興味を持って、でそしたらスノーボードショップというかサーフショップにそういうものが置いてあって、うん、でまあ、紫スポーツというところでちょうどアルバイトしてて、でそこでスノーボードやってる人もいたので、はい、じゃあスノーボードやりたいなっていうことで。